ミハイロフスキー劇場は、ロシアのサンクトペテルブルクにあるオペラとバレエ専用の劇場。1833年に設立。ソビエト連邦時代は、レニングラード国立歌劇場、あるいは単に、マールイ劇場と呼ばれていた。1833年、ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクに、提出ミハイロフスキー劇場として創設される。1859年に、 建て替えが行われる。ロシア革命までは専属のオペラ、バレエ団を持たず、主に演劇を上演。革命直後の1918年、ロッシーニのセビリアの理髪師でオペラ劇場として再出発。創立100周年の1933年、バレエ団を創設した。都市の名称も変わったことから、多様な翻訳名や記述が存在する。 劇場名劇場の愛称サンクトペテルブルクでは、マールイ劇場の愛称で親しまれている。ちなみに、大劇場は、マリーンスキー劇場を指す。都市名ロシア革命以降、ソビエト連邦国内の著名な指揮者や音楽家が数多く講演した。著名な初演団員の多くが、マリーンスキーバレエの付属学校の卒業生であり、ロシア国内でもトップクラスのバレエ団である。 バレエ団員は136名。日本ではレニングラード国立バレエという以前からの名称で講演している。歴史著名な初演団員の多くがサンクトペテルブルク音楽院の卒業生でロシア国内ではトップクラスの楽団である。日本ではレニングラード国立歌劇場管弦楽団という以前からの名称で講演している。ありがとうございます。